まずはここから始めましょう。今日の指揮官の調子がどんなものか、見せてもらおうじゃない。ん今風速を測っているの。あるいは、柔らかい風に当たっているとでも言ったところかしらあれこれ考えないで、撃ちたい一本を撃てばいいわ。 試合じゃないから、適当に、リラックスして。ボールがどこに飛んでしまうかを心配して戸惑うリシュリュウ。そしてそんなことを微塵も気に止めず、全力でフルスイングするジャンパール。楽しそうね。嵐機関、何か聞きたそうな顔しているようだけど。 あら指揮官の手は落ち着きないよねまだ終わっていない任務があるわ私が思うに。 それらはすでに指揮官の予定に乗っている。そうでしょ任務が完了したわ。テキパキと予定をこなしていく。まさにお仕事モードの指揮官ね。新しい手紙があるわ。緊急のものじゃないから、手元の仕事を終えてから確認してもいいわよ。 さっきの作戦の振り返りでもどう時間さえ良ければ別の可能性とかを検証してみない委託物資が届いたええ。使えそうなものがないか確認しようじゃない。